商品レビュー専門、タオトロニクスの提供です。今日は Bluetooth のイヤホンですね。こちら。これどうなってるのか。もう2つ繋がってるものですね。畳むとこの大きさ。でも畳むと言っても、もう適当に力緩めるだけでこうなります。自動的にこの大きさになります。便利ですよね。折りたたみ、結構めんどくさいんですよね。このまんまカバンの中入れといても、他のものに引っかからないですね。それが嫌だという人はキャリングポーチもあります。これも付属ですね。取り付け方簡単。 こう伸ばして、この文字が正しく見えるように付けてください。こうですね。この両方を結んでいるケーブルのしなり具合でフィットしますね。イヤープラグ。ちっちゃめがいいですね。あの、ゆるく付けてても、このバンドの締め付けである程度フィットします。あと音質。音質はフラットですね。見た目スポーティーですけど、音質は保守的ですね。クラスチックとか聴いても、あまりこもらないですね。だからいろいろな音楽で使います。 ポピュラーのドラムとかベース、しっかり歯切れよく加えますけど、主張しすぎることはないですね。過剰な音は出ないですね。非常に保守的で、本格リスニングに合ってますね。あ、ちょっといいイヤホンが欲しいな。そう思った人はタオトロニクスのこのイヤホン。ぜひ手に入れてみてください。商品レビュー専門でした。